にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、東京都に来ております。本日は12月25日クリスマスですね。あの東京都の動画はおそらくだいぶ前に一度出したことあるんですけど、今回迷ったんですが、去年が横浜で、今年はですね東京の浅草に、宿泊しようと思います。今年最後の外泊ですね。で、ホテルを取ったので、そこから歩いて浅草観光と美味しいご飯でも食べれたらいいなということもありまして、動画を回しております。この動画がアップされるのはおそらく2023年ですけども、2022年最後の動画楽しみたいと思います。それではドライブ楽しみます。はい、チェックインいたしました。マイステージさん、相変わらずコスパのいいお部屋ですね。ただ今日クリスマスということもあり、浅草っていうこともあるのかわからないけど、マナーのできてない若者が多すぎてびっくりしましたよ。入り口の上る階段のところに座り込んでどかないやつとか、マジで全員シーッと思いましたね、マジで。というわけで、ゆっくりします。こじんまりとした空間ですが、ソファーもあって多少の物を置くスペースもあるので非常に助かります。はい、外しました。今年も無事外しましたね。寝てしまいましたね。それでは今から浅草の街へ繰り出します。今からですね、スカイツリー空町に向かってます。一つ誤算がありまして、あんまりね立地を見ないで、予約取っちゃったんですけど、雷門とかスカイツリーそこそこ遠くて電車で行こうと思ったんですけど、電車で行くのも徒歩で行くのも大して変わんないということで、ここから約15分から20分くらい歩くみたいですね。車では結構通る道なんですけどね、歩くとこんなお店があったのかとか小さな発見があって、やはり楽しいですね。やべえ、渋いゲームセンター発見した。時間ないから入れないですけど、入ってみたかったですね。こちらがスカイツリーがすごく綺麗に見える場所で有名な橋ですね。さっきまで人結構いたんですけどね、やはりクリスマスなのでカップルが多いですね。で、今から行く空町なんでカップルの巣窟でしょうね。去年はみなとみらいでカップルだらけを見て、今年は空町でたくさんのカップルを眺めると。軽く酒飲めたらいいな。やはり歩くと楽しい。歩かなければ絶対ここに来ることはなかった。ソロ町着きました。混雑してますね。ここからモザイクだらけ、もしかしたら中取れない、そして自分も喋れるかどうか分かりません。では中入ります。スカイツリーの真下に行きました。見上げるのが疲れますね、これは。あまりにも混みすぎてて何も食えず何も買えずだったので、もう浅草に向かいます。あえて電車に乗るという行為たまらんすな。スカイツリーでクリスマスの雰囲気は味わえたので、もう全然いいです。想定内ですね、混んでて何もできないっていうのは。
浅草着きました。食べれるとこを探します。サーブ雷門行ってみるか。まずは雷門着きました。思ったより空いている。もっと人いると思った。イタリアンで評価がとてつもないイタリアン見つけたんで一応行ってみます。おそらく入れないと思いますけど。着きました。入れんのかな。やはり無理だったので温野菜食いたいんだよな。しゃぶしゃぶか浅草橋まで行って山ちゃん食べたいから少し悩みます。やべえ、温野菜もいっぱいですわ。やばいっす。あえて浅草橋まで移動して山ちゃん食べる。そしたら意地で浅草線の位置が全く分からなくてすっげーイライラしてます。かなり歩いてますね。切符も買ったしさ、これだったら初めからタクシー乗っちゃえばよかった。たどり着いた先の手羽先とビールは絶対うまいはず。ビール来たー、乾杯。手羽先来たー、これをずっと食いたかった。うめー、止まんねー。そうだな、これうめえよ、幸せだよ。卵焼きがうまくてまた頼むという事態に陥りました。熱々の卵焼きがうまい。あ、うまい。やばい、食いすぎだ。これでラストにします。ごちそうさまでした。やっぱ世界の山ちゃんうめえ。久しぶりに行きましたけど、あの手羽先は癖になりますよ。銀河高原ビールとか結構なくなってる、なんだろう、商品ありましたけど、まあ手羽先が食えれば十分ですよ。お酒もね、氷の量が少なくて2杯しか飲んでないけど結構酔っ払いましたし、手羽先も20本ぐらい食ったかな。マジでうまかった。クリスマスは皆様も、世界の山ちゃんに行きましょう。というわけで、ここからホテルまで酔いざましがてら歩いて帰ります。部屋着きました。疲れた、マジで。速攻風呂入って寝そうです。風呂出ました。あっちー、このほてった体のままレモン丼を流し込んで本日は早めに就寝します。それではおやすみなさーい。おはようございます。朝です。顔のむくみがやばいです。ただ天気がいい、天気がいいですよ。
それでは急いで朝食を食べてチェックアウトします。風呂入ってきました。それでもまだ眠い。今年最後の外泊もこいつにお世話になるとは思わなかったな。うまいです。そろそろ出発します。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか。クリスマスの浅草、土日ということもありまして、やはり人が多くて休まる暇が正直ありませんでした。そして平日ならまだしも、クリスマスの夜ご飯は絶対に予約しないとダメだということを再認識しましたね。土日の都内の混み合う街はもうしばらくいいかなって思いました。ただ混み合う街中でもカップルや家族の嬉しそうな顔とか笑い声とか見ると、クリスマス特有の雰囲気を味わうことはできたのかなと思いますので、それはそれで満足です。まさかね、交通機関に恵まれてる都内のはずなのに、あんなに歩くとは思いませんでしたね。というわけで、この動画がアップされるのは2023年になりますが、2022年も皆様大変お世話になりました。2023年いつからまた旅が再開できるかどうかは分かりませんけれども、どうぞまたよろしくお願いいたします。そしてここまでこの動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイ。